こんにちは、リリナナです。前回ウサギちゃんの頭と体の方を編みました。で、今回は続きからになります。では早速編んでいきましょう。手の編み方で手は2つ作ります。まず1段目、輪の中に細編みを8目入れていきます。糸端を指に2回巻きつけて、鎖1回で立ち上がります。で、この中に細編みを8回、1、2、3、4、5、6、7、8。で、そしたら輪の方を引き締めます。出ている糸と出ているところと同じところの糸を引っ張ると輪が縮まります。で、針を戻して最後から数えて8目目1、2、3、4、5、6、7、8、8目目の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。で、1段目ができました。次、2段目。2段目も細編み、すべて一つの目に対して一つずつ細編みを入れていきます。全部で8目にします。鎖一つで立ち上がって根元から針を入れて細編みを1つ、次の目にも細編みを1つ、一つの目に細編みを1つずつぐるっと入れていきます。で、一つの目に1つずつ細編みを入れて、ここが引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて引き抜きます。小さいのでちょっと編みにくいと思うんですけど、頑張ってみてください。次、3段目。3段目は細編み増し目細編み、じゃあ減らし目ですね。細編み減らし目細編み、細編み減らし目細編みと編んでいきます。全部で6目にします。鎖1つで立ち上がって根元に細編みを1つ、次と次で減らし目をします。糸を持ってきてそのまま隣、3本かかってる状態で減らし目で、次は細編みを1つで、また細編み、減らし目で、細編み、これで6目になりました。で、引き抜いたところ、ちょっと見づらいんですけど、立ち上がりがここにあって、最初の目に針を入れて引き抜きます。4段目から6段目まで細編みをすべての目に1つずつ入れていきます。上と一緒で6目にします。穴が小さいのですごく編みにくいと思うんですけども、ちょっと頑張って編んでみてください。で、ここの出ている糸は中に入れちゃって大丈夫です。キュッと引き締めて、鎖一つで立ち上がって根元から細編みを1つ、次の目にも細編みを1つ、で、全ての目に細編みを1つずつ入れていきます。それを6段まで、今4段目なので4、5、6と6段目まで編んでいきます。はい、6段目まで編めました。で、ここでうさぎちゃん2体で、こっちが6段編んだところ、編んだ手のうさぎちゃんになります。こっちは7段手を編んだうさぎちゃんになります。なので、お好みでちょっと手が
長い方がいいなとか、あとはお子様と遊ぶ時に長い方が使いやすそうだなっていう時は1段増やして7段でもいいし、ちょっと赤ちゃん体型みたいな手足が短い感じの子がいいなと思ったら6段でやめちゃっても大丈夫です。これはお好みなんですけども、ちょっとシュッとした感じの子が良ければ7段まで増やしてみてください。で、幼児体型が良ければ6段で終わりで大丈夫です。お好みで作ってみてください。で、手の方は同じものを2つ作ります。じゃあ今回は私は6段で終わりにしようと思います。で、縫い付けるので長めに糸を残してカットします。で、同じものを2つ作ります。はい、次は足の部分を作っていきます。1段目細編みを6目輪の中に入れてスタートします。はい、指に2回巻きつけて一度引き締めます。鎖1つで立ち上がって細編みを6回入れていきます。1 2 3 4 5 6、6回入れたら輪を引き締めます。で、針を戻して6目目、1 2 3 4 5 6、6目目の頭に針を入れて引き抜きます。で、1段目ができました。次2段目、2段目は全ての目に増し目をしていきます。全部で12目にします。はい、鎖1つで立ち上がって根元から増し目をします。細編みを1つの目に2つ、次の目にも1つの目に細編みを2つ、1つの目に対して細編みを2つずつぐるっと入れていきます。はい、増し目をして1周してきました。引き抜いたところ、ここに小さいんですけど立ち上がり、最初の目に針を入れて引き抜きます。これで2段目が編めました。次3段目、3段目は細編みをまず4回編みます。で、次減らし目を2回で、細編みを4回、4減らし目減らし目4という感じで編んでいきます。全部で10目にします。まず鎖1つで立ち上がって根元に細編みで、次からまた細編みを1つずつ2 3 4、細編みを4回入れたら次は減らし目をします。2つの目を1つにします。で、次も減らし目、2つの目を1つにします。で、次から4回細編みを入れていきます。1 2 3 4で、引き抜いたところ、立ち上がり、最初の目に針を入れて引き抜きます。で、これで3段目ができました。次4段目、4段目は細編みを3回
で、減らし目減らし目細編み3と編んでいきます。全部で8目にしていきます。鎖1つで立ち上がって根元に細編みを1つ、で次も1つ、で次も1つ、細編みを 1,2,3 3回編んだので、次は減らし目2つの目を1つにします。で次も減らし目、で次から細編みを3回1,2,3で、また引き抜いたところ立ち上がり、最初の目で引き抜きます。でこれで4段目が編めました。で次5段目、5段目は細編みを2回で、減らし目を2回で、また細編みを2回全部で6目にします。小さいのでちょっと編みにくいと思うんですけども、頑張ってください。でその時にこの糸端が邪魔なので中に入れてしまいます。途中で糸処理をしてもいいんですけども、私は中に入れちゃいます。鎖一つで立ち上がって根元から細編み、次の目にも細編み、細編みを2回して、次は減らし目で、次の目にも減らし目、で次細編みを2回低いですよね。頑張って編んでみてください。で次引き抜いたところ、ここにちっちゃい立ち上がり、最初の目を拾って、最初の目に針を入れて引き抜きます。でこれで5段目ができました。次からは6段目から8段目まで1つの目に1つずつ細編みを入れていきます。全部で6目にします。鎖1つで立ち上がって根元から細編みを1つ、次の目にも1つ、すべての目に細編みを1つずつ入れて、今6段目なので6、7、8と8段目までずっと編んでいってください。はい、8段目の引き抜いたところまで編めました。でこれも手と一緒で、足がこっちのうさぎちゃんは1段長くしています。なので9段まで編んでるんですけど、こっちは8段のまんま。これもお好みで、もし手を長くした場合は足も長くするとバランスが取れていいと思います。で短い場合、手を6段で終わりにした場合は足も8段で終わりにした方がバランスがいいのかなと思います。これもお好みで長さを調節してみてください。私は今回手の方を6段までだったので、足の方も8段で終わりにしようと思います。で糸処理を縫い付けるので、これも長めに糸を残してカットして、同じものをもう一つ作っておきます。で次は耳を編んでいこうと思います。耳も2つ作ってください。1段目輪の中に細編みを6回入れていきます。指に2回巻きつけて
一度引き締めたら鎖一つで立ち上がります。で細編みを6回、1、2、3、4、5、6、6回編んだら輪を引き締めます。でここから数えて6目目、1、2、3、4、5、6、6目目の頭に針を入れて引き抜きます。で次2段目、2段目は全ての目に増し目をしていきます。1つの目に細編みを2つずつ入れて全部で12目にします。鎖1つで立ち上がって根元から細編みを2つ、次の目にも細編みを2つ、で次にも細編みを2つ、1つの目に2つずつ細編みを入れて増し目を全部していってください。はい、2段目増し目をして引き抜いたところまで終わりました。でもし糸処理する方は途中で糸処理をして、しない方はギュッと引き締めてそのまま中に入れてしまいます。次3段目、3段目から8段目まで全ての目に細編みを1つずつ入れていきます。上と一緒で全部で12目になります。鎖1つで立ち上がって根元に細編み、次の目にもその次の目にも全て1つずつ細編みを入れていきます。で今3段なので8段まで細編みを1つずつ入れてぐるっと編んできてください。で8段目の引き抜いたところまで編めました。でちょっと長めに縫い付けるので長めにカットして引き抜きます。で同じものを2つ作ります。はい、次はお花のここの周りの部分を編んでいきます。で輪の中に細編みを8目入れていくんですけども、立ち上がり1目しないで編み始めます。指に2回巻きつけたら一度キュッと引き締めます。で普段ここで鎖1つで立ち上がるんですけども、それをしないで直接ここから細編みを始めてしまいます。細編み8目入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、8目入れたら輪を引き締めるんですけども、その時に私はお花のこのボタンのようなパーツをつけるので、あまりギュッと引き締めない、穴が少し開いてる状態まで開いてる状態で終わりにします。でこのままここに引き抜かずにここで切ってしまいます。で糸を切ったら糸端をさっき編んだ糸の部分ですね、それをとじ針につけて、ここから数えて8目目、1、2、3、4、5、6、7、8、8目目の頭に入れます。でまた最後の
目のところに針を入れて、キュッと。で、こっちが表なんですけど、裏面を表として使いたいので、こっち側で糸処理をしてしまいます。私はボンドでくっつけるので結構適当に。で、最初の糸端もこっちじゃなくて表の方、表の方で糸処理をします。縫い付ける方は長く糸を残しておいて、ボンドでつけちゃう方は短くカットしちゃって大丈夫です。で、これでお花の部分が編めました。こっちが表になりますね。で、パーツは全部編めたので、次回綿を詰めてうさぎちゃんの形にしていこうと思います。では、お疲れ様でした。次回に続きます。